どうも、こんばんは、井上です。今回は、東京グールリインボーク。やってくれたぜ。まさかすぎるキャラクターがスペシャルガシャで登場したわけだが、クインクス班この前全部コンプリートしてさ、もう来ないかなとか実際思ってたんだけど、まさかの今度はね、プレミアムガシャフェスゲンと来て、スペシャルガシャの方で、展開されていくと、いうことで、最初は、ウリエからですね、スタート、銀杭のウリエ。まあ、待ってたよ。めちゃくちゃ待ってたよ、正直。はい、銀杭のウリエ、来ました。早速、詳細の方見ていきましょう。まあ、ウリエが来たってことはね、まあ、サイコ、ムツキと来るんじゃないかなと。もしかしたらシラズ、ナッツ持ってるシラズが来るかもしれないですね。まずこいつ、闇属性に対してガチで強いです。ステータスの方もめちゃくちゃ高いですね。HP も1万1000超えてるし、攻撃力も1万6000、1万6000じゃないわ、1648か。ってことは、多分ね、これね、インボケのキャラクター史上、トップ5には入るんじゃないかな。で、防御力も940、この、手のキャラクター、攻撃力がめちゃくちゃ高いキャラクターって防御力も低い傾向にあるんだけど、こいつ防御もほぼほぼ1000あるんで、めちゃくちゃステータスいいですね。で、固有アビリティがアタックポイントトリプル S マイナス、アタックポイントが8アップする。これ持ってるやついたかな、今まで。あんま記憶ないんだけど、8ですね。6とか頭あったと思うんだけど。で、名属性キラートリプル S マイナスで 1.8 倍ですね、闇属性に対して。で、闇属性耐性プラス S、名属性キャラクターが受けためず 25% カットも、こいつ完全に闇属性絶対殺すマンですね。で、攻撃力ダウン完全耐性ということで、攻撃力のダウンはさせませんと。で、グールキラー GS 来たね。GS2 倍ですね。で、闇属性のグールに対してめちゃくちゃ強いぞと。まあ、この先ね、闇属性のグール多分いっぱい出てくると思うんで、まあ、こいつがいればね、戦っていけるんじゃないかなと思います。で、光属性ですね、こいつは。うん。すごく。どれだけ火力出るんだろうな。スキルはエサだ。レベル5。3ターンの間、敵単体の攻撃力と防御力を 0.4 倍にして、敵単体攻撃力、2倍の8連ダメージですね。2倍の8連ダメージ、かなり、高い数値なんですが、攻撃力と防御力を 0.4 倍ですね。まあ2周年カネキの方が攻撃力ダウンの倍率 0.2 倍っていうのは高いんですけど、まあこいつはね、防御力も入ってるんでね、カネキが自分たちの防御力を上げるんですけど、まあこいつは相手の防御力を下げるぞということで、まあ、本当にこいつどれだけ火力出せるんだろうな、いまいちね、ステータス見た感じはよくわかんないんだよ。使ってみないとわかんないとこあるよね、結局のところ。いやでも銀杭のグリエはもう待ってる人めちゃくちゃいたんじゃないのか。逃走スキルはまあ十分が、味方司令官ですね。司令官の攻撃速度レートプラス3倍と。で、逃走ステータスはこんな感じです。AAA1 トリプル S マイナス。これめちゃくちゃいいんじゃない？大体ね、AA ときたら B とか多いような気がする。これあれだよね。攻撃の速度。まあ。逃走も悪くないんじゃないかなと思います。はい、引いていきましょう。とりあえずステップ5まで引けば確定なんだよね。これ石250個用意したんだけど、うん、まあスペシャルはそうですね。はい、ステップ5まで引けば1体確定ということで、はい、じゃあ行きますか。なんか2体ぐらいか。最近そこまでね、俺ガシャンが良くないんですよ。うん、とりあえずステップ5行くまでになんかね、女装スズヤが出た時のスペシャルガシャ、見返したんだけど、あの時めちゃくちゃいいのよ、引きが。さあステップ1から SSR、 テレレレレレレンが聞こえた瞬間に多分出てきてくれると思う、捜査官のね。スペシャルガシャはフクロウとかリゼ以外は引いてる。うお、なるほどね、グールか。まあ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 、リニューアル前の、なるほどなるほど、カナエね。まあカナエは熟練度まだとつってねえからいいんだけど、こいつね、カナエが確か倍率何倍だっけ、12倍とかだったっけ、そんなんじゃなかった、12倍の単発とかじゃなかった。倍率的にはこのプレミアムのカナエが一番倍率は高い、倍率的にはね。うん、 SSR がない、渋み。このスペシャルガシャのいいところ、まあフェスゲンもそうなんだけど、最近のフェスゲンはね、天井があるんですよ、天井が。絶対1体手に入るっていう。
しかもまあ占領戦とかやってれば、まあ1ヶ月あればね、うえまたレアな展開を引いてしまったんだけど、まあ、1ヶ月あれば熟練で 100% できると、まあ、なかなか良心的なゲームなんで。おっと、これボックスの整理必要ですね。さあ連続ガシャ、あれ俺も4回目まで行ったっけ、今3回引いた俺、あ引いたな。いやーこれで売り一体出てほしいな。神引きという神引きをしてない、なんか天井があるせいで、せいでって言っちゃダメだな、天井があってくれるおかげで、そこまで爆死した気分にはならないんだけどね。まあこんな風に SR なしとかが続いても、さあラスト売り一体確定ですが、ここでまあ10体ぐらい引いておきたい売り絵。さあラスト来てくれ頼む。促進剤がないんだよ。本当にもう促進剤10個しかないの。だからここで4体ぐらい引いて、よいしょ、ガー、これは来るんじゃないか。これは来てくれるんじゃないか。頼む、一体グルーからの、よし来たー、貴様は俺には勝てない。あざっす。これ確定枠ってさ、最後の1枚も売り絵だよね。そういう認識でいいんだよね。これ最後まだ10枚目残ってるけど、売り絵でいいんだよね。いくぜ、よし、ここで2体ゲットはかなりでかい。ありがとうございます。まあ、またまたね、クイーンXが多分これからどんどん千手観音の、サイコとかね、また忘れちゃったよ、白のクラフトなんちゃらちゃんと黒のクラフトなんちゃらなんだっけ、夕方クイーンテッドみたいなクイーン系のムツキ、それか、まあでも原作通り行くんだったらアニメ通り行くんだったらどうなんだろうな、まあ多分そのムツキは出てきてくれると思う。個人的には死んでも知らないからねのムツキが出てほしいんだけど、まあまあまあそこはね、はい、どっちになるかわからないぞということで、まあまたクイーンクスが展開されていくってことは僕は引かなきゃいけないのでね、はい、一生懸命引いていこうかなと思います。というわけでお疲れ様でした。また次回の実況動画でお会いしましょう。